こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回は歴代スパロボから、人気の主人公期待トップ10を紹介するわ。スパロボも30周年、いろんな主人公期が今まで出てきたよな。据え置きから携帯機、アプリまでたくさんあったものね。そんな中からランキングって結構大変じゃないか？まあ実際のところ、アンケートを取ったりしてるわけじゃないからね。じゃあどうやって決めてくんだ？ファン同士の会話で話題によく上がるとか、グッズ化とか、まあそんなとこよ。ガチで決めようって感じじゃないわね。結局お前の印象かよ。まあいいじゃない。これを機にファン同士の話のきっかけになればいいなと思って。みんな思い出や好みもバラバラだもんな。結局自分が好きな期待が一番なのよ。わかったよ、気楽に楽しむぜ。一応選ぶ際に私なりの選定基準は用意してあるわ。なんだ？まず、バリエーションはできるだけまとめておくってことね。〇〇マーク2とかを全部バラバラにすると、かなり細かくなっちゃうわ。なので完全な別機体とかじゃない限り、進化系とか強化形態は、同じ項目で扱うようにしてるの。なるほど、上から下まで同じ機体のバリエーションにならないようにってことか。できるだけ多くの機体紹介したいのよね。話題提供が目的だもんな。そういうことよ。何度も言うけど、私の基準だから。しつこいなぁ、わかったぜ。じゃあ早速ランキング紹介していきましょう。第10位はライオウね。第3次スーパーロボット対戦アルファのスーパー系男主人公機よ。ライオウ、確かに好きな人多い印象あるぜ。パイロットは遠間可能ね。正式なパイロットではなく、アルバイト中に偶然乗り込むことになったわ。遠間の普通っぷりはかなり珍しいよな。他の主人公たちは軍人や超能力者、選ばれし者みたいなのが多かったわね。そんな中で、特に訓練も受けてない、何の能力もない主人公だったわ。それが数々の戦い、ライバルとの出会いを経てどんどん成長していくんだよな。機体はアルファシリーズにおけるダイナミックジェネラルガーディアン計画。その一環で生み出されたわ。宇宙からの脅威に対して、人類という種をなんとか残そうとする計画ね。その寝てる人類を守るためのスーパーロボットってことか。ライオウはその3号機ね。当初は DGG 計画のもと、DC で開発されてたんだけど、それが DC の手を離れ、カオルとオミネ博士が開発を継続、独自に制作されることになったわ。なんでそうなったんだ？トーミネ博士は結構危ない人で、自分の才能にかなり自信過剰だったの。その才能を評価してくれなかった DC を逆恨みする形で離脱したわけね。第3次アルファではトーミネ博士はすでに死去、娘のミナキが研究を引き継いでいたわ。そこにトーマが現れたわけだな。ミナキもライオウの完成を目指し、トーマにライオウを託すわ。トーマもミナキに一目惚れしてたしね。しかし一筋縄ではいかないと。なぜ素人のトーマでもライオウを乗りこなせたか。それはライオウに搭載されたシステム LIOH のおかげだったわけね。読み方がまんまライオウってのがなんとも味わい深いぜ。これは登場した人物の特性を読み取り、その潜在能力を発揮させるシステムよ。ゲームでは気力130で発動、格闘技量命中がアップするわ。だから訓練を受けてないトーマでも戦えたんだな。しかし、そこには裏があったのよね。このシステムはパイロットに過剰な負荷を与え続けるもので、使い続けた結果暴走してしまう可能性を秘めていたの。実際、トーマも暴走してしまったわ。危ねえシステムだな。トーマとミナキはこのシステムを否定、システムを排除した上でライオウを乗りこなせるように猛特訓するわ。アルファナンバーズは達人ばかりだしな。そしてトーマは特訓によって必殺技を習得、ライオウを乗りこなすことに成功するわ。燃える展開だぜ。機体の特徴としてはほとんどが格闘武器ってことね。しかも全部ゲリだよな。首のマフラーも相まって、ボーライダーっぽいわね。また名前の通り、電気を操るわ。手や足からプラズマを発生させて攻撃に使用するわね。ゲーム的には強い機体なのか？基本的にはボス特化の機体ね。一応全体攻撃のライトニングフォールもあるんだけれど、単体の敵へ高いダメージを与えるのが得意とされてるわ。そっか、第3次アルファは招待制だもんな。必殺技のライジングメテオは無改造で5200の威力なんだけど、他のスーパー系の最強技と比べるとちょっと低めってぐらいね。ヘル&エブンが5500超電磁スピンが5700ぐらいよ。確かにちょっとの差だな。ただ、この後ライオウはさらなるパワーアップが控えてるからね。バルマーのバランドバンとの戦いを経てトーマが成長。それに合わせてよりトーマ向けに改良されたのが、大ライオウね。名前わかりやすくていいな。本来の名前はダイナミックライトニングオーバーよ。一応略ではあるんだな。DGG の伝統みたいなもんね。今までの必殺技に加えて新たな必殺技人雷を習得するわ。システム LIOH を乗り越え、トーマが自力でたどり着いた境地ね。ただのアルバイトがここまで来るとは。モサ揃いのアルファナンバーズも驚いていたわ。
相手の一点を超高速で蹴り抜く、というシンプルな技ながら、威力は無改造で6500と部隊内でも最高ランクね。これより上はシンゲッターとか魔人カイザー。合体攻撃ぐらいよ。さっきも言ってた、ボス特化がさらに進んだ感じだな。使用時には顔のマスクが外れ、さらに瞳が現れるわね。マスク外しはロボットもののロマンだよな。この戦闘アニメは制作にものすごい時間がかかってたらしいわ。確か2ヶ月とか、数分の戦闘アニメに2ヶ月ってすごいな。その手間も納得の超かっこいい出来ね。熱いストーリーとかっこいい技、蹴りしたいという独自のコンセプト。これらを兼ね備えたライオウが10位よ。第9位は超鬼人、竜皇男竜王よ。この機体も結構ベテランになってきたな。初出はスパロボアルファ、スーパー系の後継機ね。その後は第2次アルファ、そして第3次アルファでも後継機として登場するわ。主人公機として採用された数がそもそも多いんだな。初代アルファの時はスーパー系の機体だったけど、それ以降はクスハとブリッドの専用機って感じね。誰が作った機体なんだっけ？最初に作ったのは古代の人々ね。様々な脅威に対抗する兵器として作られたらしいわ。それが発掘され、スパロボ世界の技術で復元されたのがこの機体ね。特徴はやっぱ変形できるってことだな。この機体は竜王機と皇王機、2体が合体して完成するけど、どちらがメインになるかによって機体自体が変わるのよね。遠距離攻撃に長けた竜皇、近距離特化の子竜王、これらを状況に応じて使い分けていくわ。竜皇は水中にも強いんだよな。竜だものね。水中に強い機体は少ないから結構役立つ場面もあるわ。強さ的にはどうだ？さっきも述べたように、竜皇は遠距離に強いわ。とは言いつつも最強攻撃は竜王破山剣は単体だけど強いわね。激輪弾、天魔降伏斬などの技を使うわ。この漢字の漢字が中国っぽくていいよな。また呪符を用いて水や火、山を召喚するなど多彩な攻撃も得意ね。山が降ってくるってとんでもないな。固有王の方は、ヌンチャクやナギナタなど、多彩な武器を使いこなすわね。これらの武器を叩き込んだ後、腕をドリル状にして貫く、タイラントオーバーブレイクが必殺技よ。どっちの技もかっこいいな。第3次アルファではここに残りの指針、弱王機と武王機が加わることで、新竜皇、新固有王になるわ。聖竜、白虎、朱雀、玄武がすべて揃ったんだな。弱王機と武王機は OG に登場するけど、アルファでは名前だけね。新、になった際、竜王破山剣は固有王に送られ、高山新陸光剣へと進化するわ。固有王にさらなる武器が増えるんだな。その代わりにランダムスパイクやソニックジャベリンは使わなくなるの。ってことはこれが唯一の武器か。クスハ、ブリッドともにパイロットなので戦闘用の精神が分担できるのも強みね。パイロットが多いってのはスパロボでは重要だな。初代アルファから第3次アルファまで実に5年、長い間主人公機の座を守っていた竜皇と固有王がこの順位よ。第8位はスパロボダブルカラバルザカードね。最強の家、だな。主人公とその家族が暮らす戦艦バルストーク。そこに主人公機、バルホークが合体してバルガードが完成。そしてさらに敵だったアプリカントとアリアの機体が合体。それによって完成するのがこのバルザカードね。2、3段階のパワーアップがあるんだな。パイロットは6人乗りとかなりの大人数よ。パイロットが多いと強い、はここでも健在だな。敵味方識別できる着弾マップ兵器、エクサノバシュート。長射程で高威力のエクサノバシュートオーバー。この2つが強力すぎるわね。どっちかっていうと遠距離タイプなんだな。これに加えて、アリアの覚醒があるのがさらにヤバいわね。スパロボダブルは移動したマスの数だけ SP 回復する強化パーツがあるので、これと組み合わせると覚醒を連発、永久に動き回ることができるわ。そんでマップ兵器を連発したらほぼ短期クリアできちゃうな。熱血や魂も複数人が使えるしね。見た目もかっこいいよな。バルガードがずんぐりむっくりで、かなり独特な見た目だった分、登場した時のインパクトも強いわね。デザインのベースは敵だったアリアとアプリカントの機体、ザ・データベースの機体が中心になってるわね。そのせいで印象が今までと大きく変わるわ。アプリカントってのは、バルストークに乗るアーディガン家の父親、ブレスのコピーね。ブレス自身は物語中盤で姿を消すんだけど、実は太古の宇宙にタイムスリップしてたの。そこで滅びる宇宙の情報を記録するシステムを構築。それがデータベースだったわけね。ってことは親父が黒幕だったんだな。正確には、データベースの暴走ね。この事態を予測していたブレスはそれを防ぐためにこのバルザカードを残したわ。この辺、ラスボスが周回プレイで変わったりするので、本編でしっかりチェックしてほしいわ。強い機体で、家族が再び集結することで完成するってのが熱いな。ストーリーと性能、演出なんかが綺麗に噛み合ってるのが人気の秘訣ね。スパロボ A の主人公機、ソウルゲインよ。これも OG とかで活躍してる印象あるな。
スパロボーイは最初に主人公機を決めて、それで最後まで戦うんだけど、この機体は男主人公限定、つまりアクセル専用機ね。選ばなかった機体は敵として登場するわ。これも格闘系の機体だよな。そうね、手持ち武器の類は持ってないわ。強いて言うなら肘から伸びたブレードね。連続攻撃の後にこのブレードで敵を切り裂くコードキリンが最強技よ。このアッパーカットがかっこいいんだよな。OG とかになると連続攻撃も派手になってるわね。デザインはスパロボ64の主人公機アースゲインが元になってるわ。色味がちょっと違うぐらいでかなり似てるな。アースゲインは OG などには出てないのでいつか共演も見てみたいわね。設定上は特殊部隊シャドウミラーの機体よ。彼らは永遠の闘争を行うことを目的とし、次元を超えて攻撃を仕掛けてくるわ。主人公もその一員だったわけね。アクセルって結構性格バラバラな印象があるな。スパロボ8 OG では作品ごとにだいぶ違うわね。記憶を失っていたり、京介とアルトアイゼンに固執したりと、役回りも変わってくるわ。スパロボ8の中では強い方なのか？元のスパロボ8 AP だとちょっと変わってくるわね。AP はエースボーナスやカスタムボーナスで、攻撃防御がさらに強化されるわ。結構いいじゃないか。他の主人公機、アンジュルグやバイサーガは分身やバリアがあるんだけど、ソウルゲインにはそれがないわね。射程なんかも踏まえると他の方が使い勝手がいいって人もいるわね。難しいとこだな。あと A の主人公はなぜかニュータイプなのでこの辺の能力との兼ね合いもあるわね。避けるってタイプでもないしね。ただやっぱかっこよさだな。その辺が人気の理由ね。第2次アルファの主人公機、ダイゼンガーよ。まず名前がすごいよな。パイロットがゼンガーでダイゼンガーだものね。一応、名前の由来はダイナミックジェネラルガーディアンの略よ。こじつけっぽいな。DGG、つまりライオウと同系列ね。一応いろんな武装があるんだけど、初登場時に全て壊れちゃうわ。そこで、グルンガスト3式の時に使ってた残艦筒をそのまま使うわ。壊れた武装って見れないんだっけ？ OG シリーズでは使えるわね。残艦筒は形が自由に変わる刀なので、ブーメラン状にしたり、超大型の両馬剣にしたりと意外に多彩な戦い方ができるわよ。最強技は運用の太刀ね。運用ってどういう意味なんだ？実際の剣法である薩摩次元流において、最も速いとされる太刀の速さね。稲妻って意味があるわ。稲妻並みの速さで剣を振るうってことか。連続攻撃とかじゃなくてひたすら高速で人太刀入れる技よ。このシンプルさがかっこいいな。鎧武者みたいな見た目も相まって力強いわね。ゲーム的にはバリアや盾もなく、小体制の作品なのに全体攻撃もないわ。そのため使い勝手って意味だと他の機体の方がいいわね。これもライオウと同じくボス特化なんだな。小体超能力で格闘攻撃が 20% 上昇するので、額面以上のダメージが出るわね。主人公じゃないけど、第3次アルファで相棒にアウセンザイターが追加されると、合体攻撃である竜巻残艦筒が使えるようになるわ。小体相手にはアウセンザイター、ボスには大ゼンガーっていう使い分けだと、かなりいい感じに運用できるわね。良くも悪くもパイロットのゼンガーらしな。正々堂々、真正面から切り合う武人って感じね。こちらは元祖主人公機、デスペンストよ。元祖？スパロボでオリジナル主人公が設定されたのは、EX を除くと第4次からよ。EX は魔装騎士だからまた別か。そして、その主人公が最初に乗るのがこのデスペンストね。さらに言うと、スパロボの前、ヒーロー戦記における主人公でもあるわ。ヒーロー戦記もよろしく、ってやつだな。ギリアムのパワードスーツね。スパロボ的にはパーソナルトルーパー、リアル系機体の祖に当たるわ。これが全てのルーツなのか。武装はスプリットミサイル、プラズマカッター、リアル系はニュートロンビーム、スーパー系はスマッシュビームね。性能的には乗り換え前提ってこともあって、特筆するほど強いってこともないわね。でも結構見るよな。全ての素だけあって、この後バリエーションがめちゃくちゃ展開されるのよね。リアル系はタイプ R、スーパー系はタイプ S、 そしてオリジナルをベースにしたタイプ T。特に量産型マーク2は7号機まで出てるわ。他にもオリジナルをさらに強化した RV とかね。そしてこれをベースにさらなる主人公機も作られてるわ。そういう意味でも重要な機体なんだな。スパロボの主人公機を語る上では忘れちゃいけない機体ね。黒くてトゲトゲしたフォルムもかっこいいぜ。ちなみに名前はドイツ語で幽霊って意味よ。スパロボコンパクト2とインパクトの主人公機、アルトアイゼンよ。なるほど、これも人気な印象あるな。ゲームだけじゃなく、アニメでも主人公的な立ち位置になったことがあるわ。機体はゲスペンストをベースにしてるわね。言われてみればちょっと雰囲気似てるな。同じプロジェクトで開発されたバイスリッターとセットで運用されるわ。アルトアイゼンは硬い走行と驚異的な加速、そして凄まじい火力を兼ね備えてて、一気に近づいて相手を粉砕することがコンセプトになってるわ。武器の射程は短めなんだな。
腕のリボルビングステーク、肩のスクエアクレイモア。どちらも射程は短いわね。特にクレイモアは変わってて、射程1なのに移動後に使えないっていう。ちょっと変な仕様になってるわ。ちょっと使いづらいな。パイロットの京介は突撃があるので、使う際はこれが必須ね。あとステークってこれどういう武器なんだ？釘を打ち込んで、その後リボルバーで火薬を爆発させてるわね。その衝撃で貫く武器って感じなんだけど、設定がちょこちょこ変わってるわ。いずれにしても、かなり変わった機体だな。リアル系ともスーパー系とも形容しにくいわね。装甲はある程度あるけど、鉄壁でもないし、回避しまくるって感じでもないわ。でもごつい見た目はかっこいいな。後継機のアルトアイゼンリーゼになるとさらにごつくなるわね。マップ兵器も追加されてより攻撃力が増してるわ。クールな京介となんか対照的なのがまたいいぜ。明るくてお茶目なエクセレントのコンビもいいわよね。合体攻撃のランページゴーストもかっこいいわ。第3位は SRX よ。そうか、これも主人公機だな。主人公としてはシンスパロボで初登場ね。また、OG シリーズでも主人公的な立ち位置になることが多いわ。R1、R2、R3 が合体して完成する究極の機動兵器ね。もう見た目っていうか顔がスパロボだよな。どう見てもバンプレストね。目からビームを放つガウンジェノサイダーはヒットするトレイのサウンドが鳴るわ。シンスパロボでは合体したら3ターンしか戦えない。スパロボアルファでは全体で10回しか合体できないという制限があったのも特徴ね。不安定な機体なんだな。アルファシリーズで描かれるけど、SRX 自体はまだ発展途上なのよね。それでもかなり強力な機体よ。全身武器って感じね。手持ち武器は持ってないよな。ZO ソードを胸から生み出せるわ。R ガンパワードが変形した一撃必殺砲と合体することもできるわね。味方が武器になる。ってのもロボットものの定番だな。シンスパロボでは合体の関係上、機体も武器も改造できないけれど、それでも部隊の中でトップクラスの性能を持ってるわ。主人公だもんな、そのぐらいじゃなきゃ。アルファでもかなり強力で、ラスボスを一撃で倒すほどの強さを持ってるわ。いつ出てきても強いんだな。スパロボ以外だと、スーパーヒーロー作戦にも登場するわよ。実はこれがスパロボアルファと絡んでくる複雑な話になるわね。イングラムとかを交えたかなり大掛かりな話だよな。今回は省くけど、その辺面白いからぜひ追ってみてほしいわ。この合体ロボっぷりが人気の秘訣かな。やっぱスパロボオリジナルといえば、みたいな人も多いと思うわ。超透視グルンガストが2位よ。この機体も古いよな。初出は第4次ね。スーパー系主人公が乗り換えるわ。飛行形態のイングガスト、戦車形態のガストランダーに変形できるわ。必殺武器はケイトラ光剣暗剣殺ね。ケイトラ光剣って字面がかっこいいよな。暗剣殺で敵が真っ二つになる描写は初登場時からずっと伝統ね。ファイナルビームやブーストナックルなど他の武装も豊富よ。かなりの強機体なんだな。それがそうでもないのよね。え？ケイトラ光剣暗剣殺は確かに強力なんだけど、そこ以外が少し微妙ね。主人公として登場する第4次、F はどちらもリアル系が優遇されてるのよね。バリアや盾もないので、ちょっと厳しいわ。もったいない。とはいえ攻撃性能は高いので、ボス用機体としては有用よ。後の作品では乗り換え前の機体としてバリエーションが登場してるわね。2式、3式といった機体よ。そういう意味でも主人公機か。どれも剣を必殺武器としてるわ。元祖であり、次の世代への橋渡しもしてるんだな。そういうことね。元祖スーパー系後継機、グルンガストを2位にさせてもらったわ。第1位はこちらも元祖リアル系後継機ヒュッケバインよ。今まで出てきてなかったし、そうだろうと思ってたぜ。こちらも初出は第4次ね。こちらはリアル系なので初登場時からかなりの強機体だったわ。リアル系が優遇されてたもんな。高い運動性にマップ兵器のマイクロミサイル、長射程で威力もあるブラックホールキャノン、部隊のエースになり得る性能があったわ。スパロボって何かブラックホール好きだよな。このブラックホールの設定はアルファシリーズで強調されてるわね。ブラックホールエンジンが暴走したことで大事故が発生。ヒュッケバインはブラックホールを封じられることになるわ。その後は安全性を向上させた後継機、マーク2や、乾燥によって戦い方を変えられるマーク3なども主人公が乗り継いでいったわ。主人公機としてかなり優遇されてるな。ところがそれに限りが出てくるの。どういうことだ？スパロボのアニメが作られ出した頃からだんだん露出が減っていったのよ。アニメの中ではなぜか出番が減り、顔が映らないのよね。顔が？その後の作品ではヒュッケバインの代わりにいろんな機体が出てきたんだけど、中でもエクスバインってのが話題になったわ。なぜか、ヒュッケバインの顔にゴーグルがついてるのよ。なんか不自然だな。OG に出てくる機体もエグゼクスバインなど、ゴーグルタイプになっていったわ。なんでなんだろうな？明言されたことはないけど、顔がガンダムに似すぎてたから、
ってファンの間では言われてるわね。似すぎだから、帰ろって言われたってことか？あくまで説よ。それで、もうヒュッケバインは出ることがないんじゃ、って思われてたわ。寂しいなそれは。ところが2017年のスパロボ V でオリジナルのヒュッケバインが登場。そして2021年のスパロボ30では主人公機として、ヒュッケバイン30が登場したわ。これも最初は目元が隠れてるんだけど、後継機のサーティースになると、いつものヒュッケバインの顔が現れるわ。何か状況が変わったのかもな。ファンには推測しかできないわね。ただ、またヒュッケバインが主役に戻ってきたのは事実よ。相変わらず高い機動性とブラックホールキャノンで大暴れね。ほっとしたぜ。というわけで、第1位は最新作でも主人公気になったヒュッケバインよ。いや、いろんな期待があったが、なんか古いのが多くなかったか？個人的に歴史的な重要性とかそういうのを重視しちゃったわね。まあ長く出てるやつはそんだけファンも多いだろうしな。個人的な思い入れとかは私もあるんだけどね。俺もそんなに詳しくないけどあるぜ。このランキングにあれがない、とかこっちが上だ、とか、スパロボファンが交流してくれたらそれで本望よ。なんかいい感じで締めやがって。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。